皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。オリックスさん今日勝ちましたね。3連戦は2勝1敗勝ち越しです。よかった。まあ、初戦はね落としてしまったんだけども、昨日は、吉信投手がさすがエースというピッチングで、味方2安打で1得点、それを守りましたね。山本、平野のよしよしリレーということだったんですが、今日は宮城投手が先発、中投下ね、打線がもう今日はしっかりと援護してくれましたよ。今日はね、久々にこう打ち勝っての勝利ということになりました。今シーズン最多得点を取っています、8得点ということになりましたけども、さあ、談話バージョンです。まずは中嶋監督、今日ね、打線もつながって点が取れたというところでさぞかしご機嫌かなと思ったらね、全然今日も言葉数は少なかったよ。まあそれは嬉しいところはもちろんあるんだろうけども、どの話からいこうかな。まあまず打つ方で言うとね、一旦ひっくり返されたんだけれども、まあ、すぐに本当によく追いついて追い越してくれたねというところ、ここは本当に良かったということ。ただね、序盤から、2点先に取ったけどもチャンスはいくらでもあって、そこをしっかり生かせなかった。だから結局毎回こうランナー得点圏に進めるような状況で、中盤まで2点しか取れませんでしたから、あのような5回に3点取られて逆転されるという展開になってしまうんでということ、まあ、あれだけチャンスがありながら生かせなかったっていうところが、5回の、逆転というところで逆転されるということにつながってしまうんで、というやっぱり取れるとか取っておかないとというところではありましたね。で、まあ、今日はしかし得点が入りましたねということで話を向けますと、まあ、でもとにかく線になってくれないとと、つながらないとっていうことなのね。で、まあ、杉野選手も戻ってきましたねという質問に対しては、だそこなんだよね。だそこになんとか、回していこうというところで今日もやったんだけど、まだまだやってもらわないとと。だから今日ほら、解説の田尾さんもおっしゃってたけど、宗君がねツーベース打って、で3番大城君にバントさせてワンアウトランナー三塁というシチュエーションを作って4番のラオウ君に回したでしょ。あれなんかまさにそうなんだね。いい形、お膳立てをしてそこにつないでいくんだけれどもと監督おっしゃってたんで、もう本当に監督もなんとかラオウに打ってほしいというね、その思いが強いようよ。やっぱりあとはそこだよねと、頑張ってもらいましょうということを今日は話されておりました。で、もう本当にね、景気いい言葉ってあんまり出てこなかった。とにかく、まあ、線つながっていかないとと、まあ、それでも記者としてはね、記者団はなんとかこれをきっかけにいい方向にみたいな、景気いい言葉を、引き出そうとするんだけども、まあ、これがつながっていけばねというふうに、あまり記者の誘導には引っかかってきませんでしたね、監督は。で、ピッチャーに関して言うと宮城投手も、まあ、立ち上がりは良かったみたいなんだけどねと、やっぱりこうベンチから見ていても高めのボールとか逆球も多かったし、というところでしたね。まあ追い込んでから打たれたシーンもあるしね、まだまだ本調子ではない、まあ、次頑張ってもらいましょうと、今日は味方が点を取ってくれたので次に期待しますみたいなことで、まあ、手放しでは喜んでいなかったね。まあ、監督としては、まあ、一つ今日つながったんだけど、やっぱりこれは続いていかないとっていうことと、やっぱりそのピッチャーとそのバッターのバランスということを考えたらね、昨日はもうピッチャー頑張って全然打てなくて、今日はピッチャーがちょっと先発がんという中で、まあ、打線が頑張ってというところなんで、なかなか監督としても100点は上げられないんだ。だけどもやっぱり今日は点を取ったっていうのは僕は大きいと思うし、まあ、その部分は監督も評価されていると思いますからね。ただまあ序盤にもうちょっと点が取れるところでという感じではありましたね。でまあ、野口選手が今日ね3安打打って、ああいう若い選手が出てくるっていうのは、チームの力になりますねっていう、いやもう若い選手に限らずもう誰でも出てきて誰でも引っ張っていってほしいよともうこれが本音だと思います。もうまあ野口君の活躍は認めつつもね、もう誰でもいいからもうどんどん出てきて引っ張ってくれと、もうそれを願うよということも監督がおっしゃっていました。で宮城投手の談話いきましょう。宮城投手、やっぱり歯切れは良くなかったですね。まあ、全然ダメですというのは第一声で、まあとにかく、
まあ、初回はね三者凡退でいけたんだけども、その後は先頭バッター出したりとか、7回なんかも追い込んで、簡単に2ストライク追い込んでね、3球目の勝負球が一番甘く入ってしまって、ヒットにされて安田選手でね、でその後すぐにエチェバリアにタイムリーも打たれてという、あの流れがやっぱり本人としてはすごくなんか悔しいみたいな。で今日やっぱり全然良くなかったんで、悔しい思いのが強いということを、話してました。で、まあ、味方のね、バックの方々がよく点を取ってくれたので、まあ、そこは本当に感謝はしたいと思いますということでしたね。まあ6回ね、味方が5回に3点奪われて逆転されて、すぐ直後に2点取ってまた逆転してくれたでしょ。でその直後の6回の表は3者三振だった。まあそこはね、まあ、キャッチャーの構えてるところにも行ったし、自分で押せるところは押せたんでという形で、まあ、あれが続けばいいんだろうけどね。だから初回と6回のピッチが素晴らしかったんだけども、なかなかそれ以外ではリズムを作ることができなかったというところで、まあ、ランナーを出しながらと、ね、いうところで、ちょっとまあ、本人歯切れも悪かったねという感じ。まあ、次頑張りますということ、監督も頑張ってもらいましょうということでした。で野口選手の、今日談話なんだけども、まあ、初の1試合3安打、というところで、まだまだ本人感覚としては万全ではない、練習の段階から自分のイメージ通りという感じではないんだけども、とにかく、まあ、試合に入れば打席ごとにやっぱり打ちたいという思いが強いし、そこで自分のスイングをしっかりするということを今心がけていて、まあ、今日も、3本のうち、まあ、2本はやや差し込まれながらのヒットではあったんだけど、まあ、とにかく、バットを思い切って、ね、振ろうと思ってバッターボックスに立っていますと、まあ、それが、まあ、今いい結果に出てるんじゃないですかということと本人、まあ、とにかくだから試合前からとにかく気を使っているのは、まあ、気にかけているのはしっかりとしたスイング、強いスイングをするということと、あとはタイミング、まあ、この2つをね、まあ、しっかりとゲームの中でやっていこうと本人思ってるそうです。で、まあプロに入って試合を消化して一軍のゲーム出てます。その中でね、手応えみたいなものはありますかという質問に対しては、うん、まあ、強いて言うなら目がプロのボールに追いついてきたのかなという、目がね、プロのボールに追いついてきたのかなという表現を彼はしていましたね。でまだまだ本来の自分が、うん、やりたいというバッティングじゃないのかもしれないけど、とにかくまあ一生懸命振ることによってね、今結果が出てるんで、まあ、それを続けていきたいということと、あと外野の守備に関してはもう首脳陣からね、外野やってくれということを言われて、自分としてもとにかく試合に出ることが第一なんで、その試合に出るためにはどこでも自分としては守るつもりはあるし、ただやっぱりエラーをしてしまうとね、ピッチャーに迷惑かかるんで、まあ、そこはエラーしないように頑張ってやっていますと。ただ首脳陣の方々からすればね、まあキャンプもほとんど外野やってない状況だったんで、まあ、そこのエラーはある程度目をつぶってくれているとは思いますみたいなことは野口君は言っていました。である記者が、公式戦で今まで守ったことがあるのが外野はっていうふうに言いますと、大学の時に1年の時に春に守っていますということを言ってましたけど、僕は放送でも何十回これ言ってるんだけどね、新聞の記者の人って放送って見てくれてないんだろうねきっとね、大学1年の春、神田1年春は、ライト守ってました、スタメンで。僕これ放送で何回も言ってるんだけどね、彼が外野守るたんびに見てくれてないんだなと思いました。というわけで、まあ、そんな感じで今日談話をね、お伝えしましたが、まあ、監督が思った以上に威勢よくなかったという感じでしたね。まあ、喜ぶべきところは喜んで、反省すべきところは反省してということで、監督は貪欲ですから、やっぱりなかなかこう手放しては喜べないということですよね。まあ、でも今日よく僕はすごくいい勝ち方ができたんじゃないかなと思います。次はじゃあ宮城君が、自分のピッチングで、勝利をつかんでほしい。まあ、もちろん今日もナイスピッチングなんだよ。だけどもやっぱりもしあれだけ点が入っていなければ、やっぱり失点があったわけなんでね、ということを考えれば、まあ、今日はもう本当に打線様々でうまく、噛み合ったということなんでしょうね。まあ、これまではずっと無援護でやってきたわけですから、たまにはね打ってもらえないと宮城君ね。というわけで、今日はヒーローインタビューに打のヒーロー3人でしたよ。あそこに本田君が入ってもよかったので、プロ初セーブでね、この間がホールドマーク、プロ初ホールドでしょ。
と、ね、あのどん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 いいピッチャーになっていく。あの先発だったらなんかこう一回りすると急に球速がガクンと落ちていた昨シーズンがあったんだけども、やっぱり1イニングだけだったらいいよねやっぱり、うん、と思いました。で最近は本当こうストライク先行でいけてるし、とっても楽しみですね。はい、これからまだまだまだだって、5年目ぐらいだよね。だからもう本当に、今日頑張った野口くんなんかと同学年でしょ。相手の安田くんなんかもそうね、同学年ですけど、5年目でしょ。まだ高校出て5年目だから大学出て1年目と同じだからね。まだまだ期待しましょうよっていうわけで、今回の談話バージョンをまとめてお伝えしました。ありがとうございました。意外に新聞記者の人って放送聞いてくれてないんだね。